佐世保市政だよりキラッと佐世保。皆さんこんにちは、佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は魅力あふれる田原ヶ浦半島へについてお送りします。市長、田原ヶ浦半島といえば九十九島やのどかな風景が広がる地域ですが、この環境を生かした街づくりが進められているそうですね。田原ヶ浦半島では住民の皆さんが主体となって、これまでトレイルコース作りなどに取り組まれてきました。今年度は新たにチーム田原という組織を結成し、さらなる挑戦をされているんです。今日は富田さんと尾崎さんに話を聞いてみましょう。富田さん、具体的にどういった活動をされているんですか？田原ヶ浦半島は少子高齢化に伴う空き家の増加や学校の統廃合など、さまざまな地域の課題を抱えています。この現実に向き合いながら、10年後、40年後にはどういう半島にしたいかということをみんなで話し合い、昨年度田原ヶ浦半島未来計画を策定しました。計画の策定をきっかけに、自分たちの手で楽しく半島を盛り上げていこうと結成されたのがチーム田原です。皆さんの思いが詰まった取り組みなんですね。チーム田原にはご当地部やトレイル部など5つの部活があるそうですね。それぞれ今後の地域を担う30代の若手部長がいて、新たな仕事を作る動きや半島を巡ってもらうための環境整備などにみんなで取り組んでいるんです。今年度はご当地部の取り組みとして、ふれあい工房のリニューアルも行います。地域の農水産物を使った商品開発や売り場の改善を通して、地元の方が自慢の一品を提供できるスペースにしたいと考えています。少子高齢化や空き家対策、コミュニティ作りは今市としても大きな課題です。田原ヶ浦半島ならでの魅力を生かした住民主体の取り組みがモデルケースになるのではないかと思います。この取り組みのスローガンは、人が表、住民一人一人の個性を生かし、みんなが主役の地域づくりを目指して頑張っています。3月は菜の花ウォークも開催しますので、ぜひ多くの皆さんに半島を訪れてもらいたいと思います。現在、つくも園跡地に九十九島はもちろん、ハリオム銭湯や西海橋まで見渡せる観光公園の整備に着手しています。レストランや観光農園を備え、クルーズ船観光客など市内外から多くの人を呼び込みたいと考えています。地元の皆さんの取り組みと連携し、田原ヶ浦半島の魅力をどんどん高めていきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。今月のキラッとさん、エアロビック全国大会出場、中野舞さんです。姉が習っていたので、それが楽しそうだったので始めたのがきっかけです。最高の舞台で演技ができることに感謝して、3人で息を合わせて楽しく演技をすることができました。このチームの後輩たちに、このエアロビックの楽しさと頑張ることで今後も勉強や仕事でも役立つっていうことを伝えていけたらいいなと思っています。今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から、九十九島産かきちゃんぽんを抽選で3名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いて、ご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方は、キラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。